はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回は、スティックコントロールの精度を上げるための練習。というかね、ゲームのような、手軽にできるエクササイズを紹介していきます。パーカッションで、特にマルチパーカッションでですね、いろんなものを並べて、いろいろ叩き分けなくてはいけないといったときに、やっぱこのスティックコントロール能力っていうかね、命中率っていうか、この精度がすごく求められると思うんですね。こんなふうにごちゃごちゃっと、いろいろ並べたときに、もう確実に叩き分けられる、 ためにはどうしたらいいかと、まあ、僕なりに考えた方法が今回のエクササイズです。はい、その方法何かというとですね、こうスティックの先端と先端を当てるというエクササイズです。はい、なんだ、それだけかよと思った方もね、これバカにしないで、ぜひね、やってみてください。これ意外とむずいっていうかね、できませんから。今、お手元にスティックがある方はね、ここで。 動画止めていただいて構いませんので動画止めて自分でこのスティックの先端と先端をね当ててみて何回連続で当てられるかっていうのをやってみてくださいはいどうぞはいいかがでしょうかできましたでしょうかこれ初めてやる方でしたらまずは10回ですね12345678910と10回連続でできたら合格でございますはいまずはこの10回っていうのを目指しましょう で、将来的にはね、これ100回連続、1、二三四五六七、これ百0 0回連続できるっていうのを目指していきます。このエクササイズがいいところはですね、これ、むちゃくちゃ集中するっていうところなんですよ。もう針の穴にね、糸を通すごとく、このスティックの先端に意識を集中して、ああ、もう絶対外さねえと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、やるっていうね。だから下手にこう練習パッドで、 何も考えずにね、パタパタパタと。やるぐらいだったらもうスティックだけ持って、この先端に意識を集中して、1、2、3、4、5。もうこれだけやった方がね、よっぽどこのスティックの精度上がりますから。はい、ではこのゲームのルール説明をしていきます。まずスティックの持ち方はですね、これどう持っていただいても構いません。もう何グリップでもね、自分が普段持ってる持ちやすい持ち方で構いません。ただこう、ぎゅっと強く握るのだけはやめてください。適度に。緩い状態。 振ったらスティックが揺れる、しなるぐらいの状態にして、スティック同士を当てたときにですね、まあ、自然にこう跳ね返ってくれる、リバウンドが得られるぐらいの緩さで持ってください。でこのゲーム、難易度も設定できまして、まず初級者の方は Easy モードでやりましょう。Easy モード何かというと、スティックをね、逆さまにして、この取っ手の部分、エンドの部分を当てるようにしましょう。これが Easy モードです。このエンドの部分の方がね、 先端よりも太くて当てやすいと思いますので初級者はこれでやってみてくださいでドラムパーカッションまあそこそこやってますと中級者の方はですねこれ片方だけエンドにしてエンドとチップ先端で、はい、このようにしてやってみてくださいこれはノーマルモードですで最後もう自分自信ありますけどとスティックコントロール余裕ですけどというね上級者の方はこれもう両方ともチップこの小さいね 先端と先端を当てるようにやってみてください。これがハードモードです。イージーモード、ノーマルモード、ハードモードっていうのを自分のレベルに合わせて調整してくださいで。スティックの振り方、いろいろあると思うんですけれども、これは自分で縛りを設けてやりましょう。まずは指や手首を使わずに腕の振りだけでやってみてください。指、手首を使わずに腕の振り、腕のコントロールだけで。 当てるようにやってみると。で、これがクリアできたら、今度自分で縛りを変更して、手首だけ、手首のコントロールだけでやってみるとか、指、指のコントロールだけでやってみるというふうに、段階的にレベルアップしてください。はい、でまずはですね、いきなりこう、両方を動かして当てるのは難しいと思いますので、片方を固定します。はい、レベル1、片方を固定した状態でもう片方を。 振ってて先端部分に当てますまずは10回連続で当てるっていうのを目指しましょう。12345678910。はい。これができたらクリアです。12345678910。余裕でできると。余裕でできるようになったら次30回。30回連続を目指します。12345678910。22345678910。345678910。と。はい。30回連続ができたら次100回連続です。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10と。30回ね、えー、連続でできたら多分100回も、えー、余裕でできると思います。で、これができましたら、次、レベル2は、反対側ですね。反対の手を固定して、もう反対。おそらくね、利き手じゃない方、右利きの人は左手、左利きの人は右手が難しいと思いますので、反対の手で同じように10回やって、10回クリアできたら30回。 30回できたら100回という風にレベルアップしてみてください。はい、最後、レベル3は左右同時に左右対称に動かしてちょうど真ん中の位置で当てるようにしましょう。これもまずは10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10回連続で当てられるようになった次30回連続。30回連続で当てられるようになった次100回連続っていうのをやってみてください。でコツとしてはですね、このスティックとスティックの先端の距離、最初はなるべくね、近いところから。 始めるのがやりやすいです。まあ、それは当たり前であると。こう、遠いとね、命中率が下がりますから。こう、近いところで始めて、あ、もう余裕余裕と。楽にできるようになったら、だんだんこのスティックのね、2点の距離を離していく。広げていくと、あ、難しい。はい。こんなようにだんだん段階的にレベルアップしてみてください。 はい。というわけで、今回はサクッとした内容でしたけれども、スティックコントロールの精度を上げるためのエクササイズの紹介でした。もう空いた時間とかで構いませんのでね、スティック先端ちょんちょんとやるだけ、ここに意識が行くだけでもね、かなりこう繊細なスティックコントロールできるようになっていると思いますので、ぜひやってみてくださいで。この100回連続っていうのができたかどうかっていうのもね、ぜひコメント欄で教えてください。Easy モード、Normal モード、Hard モード。 それぞれね、100回連続でできたよと、できた方はコメント欄で教えてください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんあるので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。